おはようございます。どうも、森ちんです。金太郎です。皆さん、おはようございます。はい、やってまいりました、パズル実況の時間でございます。が、しかし今回はガチャではありません。はい、ダンジョンでもありません。はい、あとね、皆さんに報告しておきたいことが、いや、報告というか、この動画はちょっと、まあ、かなりマニアック、専門的なことになっちゃうかもしれないんで、ちょっとまあなるべく分かりやすく説明するんですが、ちょっと、まあ、分かんないよって方はちょっとね、あんまコメントしてください。はい、はい、返答します。はいはい、で、これを見てんって思う方も多分いると思います。この闇メタ、はい、究極闇メタを見てんって思う人がいると思います。はい、なん、まあそこはあれだよね、まあ、スキルが上がってる。そう、スキルレベルが2になっています。決して P を使ったわけではございませんよ。 P は使っておりませんよ。まあ、たとえあの闇メタのこの究極のもう一体を作ったわけではありませんよ。もう一体レベルも作ったわけではありません。うん、そういうわけではございません。じゃあなんで上がったかだよね。なぜ上がったか、なんで上がったか、まあ普通に考えたらありえないね、そんなことは。そう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 。なんですが、ただ今回のこの究極に関してはちょっと今までとちょっと違うのがあって、まあ知る人と知る方法だよな。はい、その方法じゃどうぞ。まあでもまず見てほしいのはこのスキル、やっぱ違うよね。この滅魔の息吹、神魔の息吹ってやつが前の究極前のやつだったんだけど、今は滅魔の息吹になってる。でこれがそのレベル10からスタートになってってのがあったんだけど、まあレベルが2に上がってる。でまあそうだね、なんでこれが上がったかなんだけど、まあ究極の素材、究極の素材を見てほしいんですが、はい、はい、こちら、はい、こちらでーす。でここにちょっと注目してほしいのが1体いて、そのまあこいつデビリットですね。デビリットくんですね。こいつのスキルがこの闇メタと同じスキルなんですね。その神魔の勇気、究極前の闇メタのスキルですね。はい、そう。でこれがなんで重要かなんですが、この究極進化に必要な素材として合成をする。そう、まあ、このデビリットを合成に使うんだよね。はい、でまあ合成をするっていうのはスキルを上げる条件の一つでありますね。うん、スキルを上げるときにその同じスキルを持ったやつを合成するとスキルが上がるっていうのは、まあ皆さんご存知の通りなのですが、同じスキルであるこのデビリット、こいつを究極前の闇メタに食わせた場合、なんとスキルが上がるんです。ちょっと待ってね。ん？究極、こいつを究極後、こいつを究極前のやつに食わせて究極させた場合、スキルが上がる場合があります。そうそうそう。でその進化というかな、混ぜる時、混ぜる状況は、進化させる時の進化素材の時に同じスキルのモンスターを合成するとスキルが上がります。なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな。うん、このいつもはこの闇メタのスキルを上げたいときはこのデビリットを食わせてスキルを上げるんですけど、それでスキルを上げるんですけど、でも究極後の、はいはい、闇メタのスキルとデビリットのスキルは違うじゃないですか。違うんですが上がるんですね。その進化させるときに、この進化前、究極させる前に、その究極させるときに闇メタ、究極前の闇メタと同じスキルのこのデビリットを進化素材として使ってた時に、まれに、まあ、1体だからね、1体だから普通のそのスキル上がる確率同じなんで、まあ本当にまれなん、まあ本当にまれっていうか、まあいつもの確率で、いつもの確率で言うとまれなんですが上がりますね、普通の確率で。そうで、まあその証拠が、はい、はい、これが、これがやめたくんなんですがね、まあその今さっき言った状態になってスキルレベルが上がっております。これは本当にすごいと思います、ね、さっきねビビったね。もういやでも僕も実際信じなかったんですよ。ちょっとクロート連中ね、うん、2ちゃんの連中はね、まあ知ってたかもしんないですけどね、多少は。なんすけど、あ、これん、あ、これあれか、図鑑だね、図鑑だね。でね、まあね、まあちょっと今からちょっとね、 P の P が大体なんだっけな、ね、ここら辺かな確か P、 ああ PB が確かここら辺だったと思うんだよ。そのモンスターボックスからあれなんですよね、ゲットしたかどうか、ゲットしたことがあるかどうかが見れるんですよ、これで。うん、ああそうだ、だからゲットしてればさっきのモンスター図鑑のところで、金太郎のモンスター図鑑の中にいるはずなんだけど、はい、いない、いないんですね、この1551のところに。そんなに疑うか、そんな疑うか。まあ証拠ってことね、まあ証拠証拠、まあこれでもう P は使ってないということで、
P 使わずにやったってことが、まあ、これで分かると、はい、まあでも、もう知ってる人も多分結構いると思うんですよ、うん、もうまあでも究極したんで、そう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 、まあでもこれでねできることが分かりまして、でまあちょっとね、まあ、知らない人がいたらこういう方法でも P を使わずに、あのクソめんどい P を使わずに、闇メタ究極レベルマを使わずに上げることができるんです。そうですね、はい、というわけで、そんな感じで今回は、まあ、裏技っていうか、まあ、正当法なんだけどね、そういう方法があるよっていう動画でした。皆さんご参考にしてください。でさっきの説明でわからないっていう人がいたら、コメントしてください、どんどん、はい、お答えします。 しっかりわかるまで、あんまりねちょっとうまく説明できなかった本当難しいよこれ、ね、難しいんだな、うん、まあ、というわけで、今回はこんな感じで、他の動画次回もお楽しみに。ありがとうございました。グッドバイ。アデュー。